はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。前回で鋳造が終わったので、いよいよこれを削って仕上げていかなくてはいけないんですね。正直鋳造品の仕上げってやったことないので、なかなか難しそうではありますね。いろいろ精度が最初から出ていないので、うまく綺麗に作れるかどうか、普通にアルミで削り出しで作った方がこういうものは全然楽です。特に慣れてますから。でもまあ今回鋳造を楽しめたので良かったですね。まあうまくいかなければやり直しますが、とりあえず前回の鋳造会見てない方は1個戻って17番を見ていただければと思います。ではとりあえずは進めてみます。鋳造品はどうしても精度が出ないので、このまんま掴むとガタガタしそうなので、1枚銅板挟んでおきます。そうすれば銅がへこんでがっちり掴めるんじゃないかと。どうかは分かんないですね。まずは起点となる平面を作っていきます。結果的にはこの順番はちょっとまずかったんですよね。ここがちょっと残ってるので、あと 0.1 ぐらいですね。ちょっと切削痕が気になったので、大きいカッターに変更してやります。これで一面削りました。やっぱすごいありますね、中に。予想してましたが、はい、ではこの面終わったので、逆さにしてセットです。これで反対も平らにして平行が作れますね。さっきにここやってみましたが、この手順ではできないことが分かりました。これで平らを作ったので、こうセットすればぴったりいくかと思いきや、バイスかけると片方浮いちゃうんですよね。両方ともぴったりいけば、こうやってギュッと押した時にスカスカになっちゃうんですよね。こっちはきついんだけど、こっちがスカスカしちゃうんですよ。これでは斜めになってしまうので、手順変えます。この面とこの面を先に平行出します。片面が終わったので、次の反対側を削っていきます。次はもう綺麗な平面が出ているので、銅板は必要ありません。これで今54のはずと。54ジャスト。こうしたらもう一回上下をやっていけば、これが一番まともかな。ビシッと直角出てるね。よし、浮き上がりはないと。よいしょ、鋳物が
切削はしやすいですね。サクサク削れているんですけど、さて、0.02 ぐらい行き過ぎちゃいましたね。まあいいや、これはこれで投資の手順確認をしなきゃなんないので、このまま進めていきます。今この向きでセットしてあるので、ここから行くか。 19.5 の 19.5。 これでドリルを打ち込んで、まあ曲がんなきゃいいけどな。巣があるから曲がっちゃうかもしれないですね。こことここにノックピン用の穴だね。5.8 で開け、 5.8 か9で開けてリーマー入れると。よいしょ。やっぱここの巣が気にはなりますね。はい、一応ボーリングまで終わらせましたが、やっぱここの巣が気にはなりますね。大きいですね、ここ。大きな虫歯みたいになっちゃってますね。まあ、とりあえずこれは失敗しちゃったやつなので、ここのノックピン結構緩いんですよね。新しいリーマー買ってこないとダメです。うん、あとこっち側にこことここにリーマーで穴開けて、一応手順としてはあと残りは旋盤作業をやってみて確定ですね。まあなんとか切削手順は確立できたと思います。ここまではジーガーの素材の切り出しですかな。これでうーんとクショットよし、直径は110ミリですね。これ手で切るとなったらもう気が遠くなりますね。はい、なぜかこの辺からカメラにつけてたマイクの調子が悪くなって音声があんまり取れてません。ボリューム上げるとかすかに取れてはいるんですが、ノイズの方がひどくなるのでボリュームかなりもう絞っちゃってます。今やってるのは先ほどのジグの続きで、ちょうどサッドボルトの穴を開けてるところですね。はい、ここでリーマーの下穴開けですね。このジグはシリンダーとシリンダーヘッドを製作するときに多分使うことになると思うので、その両方に対応できるように設計してます。あとはタップでネジ切って基本的には終わりですね。これで一応はまってます、シリンダーに。あとはこれをネジ止めして旋盤につければ、まあこのシリンダー専用の面板といった感じですかね。
とりあえずジグとしてはうまくいきましたが、やっぱり巣が気になりますね、ここで。まあ、しょうがないですね。ここら辺もなんか説明してますが、全く音声取れてなかったんですよね。2000円のマイクは壊れるのも結構早かったですね。まずタンメンを合わせていきます。まあ、これで触れを見れば OK ですね。いや、結構触れるな。39.97 ぐらいかな。40.00だ。40ジャスト。これで OK ですね。最後にシリンダースリーブのつばの部分が入るへこみの部分ですね、を削っていきます。まあ、これで手順の練習ができました。一応手順確認して、ちょっといくつか修正はありますが、なんとかなりそうですね。よいしょ、こんな感じの棒も作ったので、よいしょ、これをバイスに代わりにしてセットしちゃいます。以上でも同じか、中身の1だから 1.5 でいいか、落とすのは。この辺はもう本当に流れ作業になってしまって、なかなか退屈です。4気筒の製作を始める時から分かっていたことですが、予備を含めると4つ必要な時は5個作るようにしてるんですよね。8個必要なら10個作ることになります。覚悟はしていましたが、思った以上に大変ですね。これが自分でも徐々にテンションが落ちていくのを感じます。よし、至る所から巣が出てきますね。穴、これで両端面全部4つともやりました。これでやっとバイスに挟めます。今度はバイスでこう加えて、上をさらって下をさらうって、これで寸法が決まりますね。いわゆるこれでやっと 4F まで到達できます。じゃあバイスのセットしていきます。ここの切削はあまりたくさんやらない方がいいです。鋳造をやり直すときには天地の取り代はもうちょっと欲しいですね。まあでもよしとします。よし、全部この面、湯口面は整いました。こういうところちょっと残ってますが、まあ、こういうところは最後の切削で削って平らにしちゃう予定なので OK です。あとは反対を整えたら次ですね。まあ、まずは、とりあえず適当に削って平らになるとこまでやります。そこで測って、あと何ミリ動かすか決めますね。高さが
51.16 あと 0.66。大体 OK。 ここら辺も1個削って位置が決まってしまったら、あとは同じ座標になるように同じように削っていくだけなので、正直退屈な作業ですね。さて次はクランクケースの接合面ですね、向きはこういう感じですね。こんな感じで座標通り穴開けていきます。それと軽くボーリングです。まずは、シリンダーのボアセンター作ります。25.23÷2 で 12.615、 12.615。 左綺麗になったな。まだでもあれは出てる。ここでのボーリング作業は寸法を決めるというよりも、胃肌を削ってしまって壁面をきれいにするということが目的になりますね。これでボーリングは OK と。次穴開けと。これもやっぱここに虫食いみたいな巣がありますね。これがここの中に貫通してます。まあいろいろありますわ。よし、まあでもとりあえずは1個、あとは反対側こっちの面を加工するんですが、残り3つを先この面を全部やってしまいます。そしてやっぱり同じ動作を4回必ず繰り返さなくてはいけないので退屈です。この面終わりと。2個目と。この面が全て終わりました。この状態ですね。次ノックピンの穴開けをやってきます。振り回しを使って減点出しをしていきます。このために事前にボアセンターをボーリングしておきました。あとは座標に従って下穴開けとリーマー同士、それで終了となります。はい、これで最初の含めて5個、今回の連続作業では4つ分全部終わりました。1個だけちょっと穴の位置がずれたっぽいですね。こいつだけここの穴がちょっとずれたっぽいんですよね。中に巣が見えるので巣に当たってドリルが曲がって入ってったんだと思います。他はまあ問題ないのでいけると思います。こいつもまあギリ入るっちゃ入るかなっていう程度なので、ずれ方次第ですね。これはでは残る旋盤に移動して残りの作業をやってきます。
この旋盤の穴の拡大作業は寸法が厳しいので慎重にやっていきます。あとはシリンダーライナーが収まるへこみの部分を作ったら1個目のシリンダー製作終了となります。今と同じ作業をあと3回繰り返したらこれでシリンダーは完成となります。全部で5個シリンダー鋳造したシリンダーを一応加工はしました。まあそれぞれに穴があり問題があるシリンダーです。でまあこのまま進めます。そしてこの後スリーブを作っていくんですが、熱膨張を利用して入れるんですよね。ただどのぐらい膨張するのか、スリーブ自体をどのぐらいの内径で作れ、外径で作ればいいのかわからないので、一応テストとして1個温めてみます。現状のサイズを測っておきます。切削した時測ったんですが、もう一度測ります。39.995 ぐらいで、一応温度を測って26度。はい、この状態でしばらく待ちます。はい、温度上がったかなと。はい、280度まで上がりましたね。いよいよスリーブ作っていきます。素材はダクタイル鋳鉄の D5 ですね。ではシリンダースリーブを作ってきます。やっぱ50杯は中入らないんで半身ずつ作るしかないですね。一応これで2個分ですね。内側に入れて半分作って、入れ替えて半分作っての2個作る予定ですね。1個ずつ作るとつかみしろ分多分無駄になってしまうので、それを最小に抑えるためにこういう作り方になるんですけど、うまくいけばいいですね。ドリルで貫通穴を開けておきます。理想は30杯ぐらいで開けたいんですが、ドリルを21ミリまでしか持ってないので21ミリで良しとします。ここまでやっといたなんですが、この作り方結構めんどくさいですね。材料がもったいないからと思って始めましたが、まあ今更後には引けないのでこのまんまどんどん進めていきます。とりあえずカットする目安のラインを引いて、あとは突っ切りでバッサリと半分に切っていきます。
断面を整えたら、いよいよ中繰りをやっていきます。中繰りは最終的にラッピングとホーニングで調整をしていくので、調整しろを残して削っていきます。43.96、おし、ぴったり。こんな感じで形はとても単純ですね。先ほど切った残りも同じように中繰りをしていきます。これで2個完成しました。最低でもあと3つ作んなきゃいけないんですよね。はい、素材2本切ってきました。ここから先の作業は最初にやったこの2つと同じなので、まあダイジェスト版的な感じでさっくりやっていこうと思います。同じものをいくつも作るというのは、自分のような素人にはモチベーションの維持が結構しんどいですね。単調な作業が続くので、どうしても途中で飽きてきてしまいます。はい、さてシリンダースリーブが予定通り5個できました。材料自体は6個分ありますが、これは予備です。外形だけ合わせてあるので、まあこっちが5個しかないので5個以上はいらないと思います。事前実験で分かってることですが、これをシリンダーを260度まで温めれば十分これがスコッと入るだけの広がりになるはずです。じゃああとは温まるまでちょっと待ちます。では軽く温度をちょっと測って、230度ぐらいですね。一応寸法チェックしてみます。40.2 ぐらいまで来てるかな。いきますか。これいきます。まあ、気休めに6対糸の648塗っときます。まあ気休めぐらいにはなるでしょう。一応今回の作業はここまでとなります。これ1回目に入れたやつですけど、ちょっと接着剤いっぱいはみ出しちゃいましたね。まあどうせ後でとも削りしちゃうのでいいんですけど、使うのは予定ではこの4つの予定ではいますが、まあスリーブ入るとやっぱ違いますね。それなりに形になるのとって感じはしますね。あとはここの面検して、内部のボアの最終調整ですね。それは新しい機械作ってからとなるので、ちょっと先になりますね。次回は一応鋳造、今度シリンダーヘッドの鋳造になると思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。